まあ、もともと絵を描くのが好きで、いや別にそのアーティストになろうと思ってたわけじゃないんだよね。なんか仕草でもなくて、なんか違うところで書くことでコミュニケーションを取っている感じがしてます。ひと月の神です。ひと月のサスです。スケートボードでもそうなんだけど、最初に自分はこう滑りたいとかっていうラインをイメージして、それを体で表現するんだけど、思うやっぱりイメージ通りにいかないこととか多くて、それでなんかその体にダメージがあったりするんだけども、なんかペインティングとか人生もすごいそれに似てるなと思ってて、全部のプロセスがなんかに意味があって、心の情景、心の中の情景みたいなものをが頭の中に入ってくるんですけれども、なんかそういうのもすごく楽しくて、インスピレーションもたくさん受けられるので、今はもうちょっと補い合い、だから俺にできて彼女にできないもので、彼女にできて自分にできることを、お互いのそういうラインを越えてこう補い合っていくことで、一つの一月っていう一つの作品ができるプロセスっていうのがそこに詰まっていて、人が思ってる以上に複雑に込み入ってるし、実は結構インスピレーションの源になってるのかなとは思うんですよね。